皆さんこんにちは、ヨッシーです。迂回路のマミコーロードを走りましたが、その先もまた数日前からの豪雨で通行止め、迂回路の迂回路に入り込み、ますます不安になるばかりです。しかしそこで地元の方の優しさに助けていただきました。ではご覧ください。